川端です。よろしくお願いします。今回はですね、2021年筑波大附属駒場高校の問題を解説していきたいというふうに思います。三角形 ABC がありまして、各 A が15度です。その時にですね、 AB の長さが2と分かっています。その時にこの三角形 ABC の面積を求めなさいという問題です。まあ、この三角形の面積を求めるってことは、まあ、AC の長さと BC の長さが分かれば答えが出るわけですけれども、ちょっと求められませんね。まあ、実はですね、求められるんですけれども、中学校の知識ではちょっと求められませんということで、じゃあこの三角形の面積どうやって求めていくのかってことなんですけれども、これ実はですね、この三角形 ABC と同じ三角形をですね、こっち側につけてあげるんですね。どういうことかというと、ここにピーッとつけて、こうつけて、例えば B' としましょうか。三角形 ACB' っていう全く同じ三角形をね、くっつけたとします。そうするとですね、この三角形 AB'B、この三角形の面積だったら求めることができるんですね。なぜかっていうと、ここ30度になってますよね。ただここに垂線引っ張るんですよ。そうするとこれ30、90、60度の直角三角形ができますよね。つまり1対ルート3対2の直角三角形ができるわけです。比で言う1対ルート3対2と。で、今ちょうど斜辺が2になってるので、こっからここ1って出ますよね。で、AB' は同じ三角形なので、ここ2と分かります。したがって三角形 ABB' の面積は 2×1×2/2 で出るわけですね。で、これ計算して1と出るわけです、この三角形 ABB' で。今求めたいのは ABC ですよね。で、ってことはこの ABC っていうのはちょうど半分なんじゃないですか。ということなので、答え2/2というふうに出すことができるんですね。ここにもう一個作ってあげることによって求めることができるということです。で、ちなみにですが、実はですね、90度、75度、15度っていう比がですね、実は決まっています。これはですね、難関校を受ける生徒はね、ぜひ覚えておいた方がいいと思いますが、これこういう比になってるんですね。ちょっと面倒くさいですけども、ルート6引くルート2対ルート6足すルート2対4っていう比が実は決まっています。私15度75度90度なんで、これルート6引くルート2対ルート6足すルート2対4になるかっていうね、動画はね、別の動画撮ってありますので、もしよかったらね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ておいてください。今これをもし知っていれば、ここが2なので、今ここの長さが、まあ、ちょうど比と数字比べると半分になってますから、半分にして2/√6+√2、ここが2/√6-√2という具合になるので、面積を求めなさいと言われたら、2/√6+√2×2/√6-√2×2/1 で、これ計算して分母が8になって、 2×2×8、√6+√2×√6-√2、もちろんカッコカッコで計算するので、 6-2 で4と、つまり2/1と出すこともできますけどね。ということですが、一応このようにして2つくっつけること、もう1個くっつけることによってね、求められるやり方があるということで、ぜひね、両方ともできるようになってほしいなというふうに思います。まあ、ちなみになんですけども、これ大問の一部をちょっと切り取った問題になってますので、まあ、つくこまにしてはこの問題だけだったらね、決して難しい問題ではないんですけど、まあ、その先に問題がある中での一問ということなので、これ見てね、あ、つくこま受かるとね、思わない方がいいかなというふうに思います。まあ、つくこま受かるんだったら、まあ、みんなこれ全員が解けた問題じゃなかったんじゃないかなと思います。以上で解説終わります。では。